博多阪急1階ヘアアクセサリー売り場コンプレックスビズの北山と石子です。暖かくなってまいりましたので、今回は新作のシャインノベリスクロワッサンクリップを使いました。初夏にぴったりのシンプルヘアアレンジをご紹介いたします。こちらのクロワッサンクリップ、樹脂素材でお作りをしているため滑りにくく、しっかり留めすることが可能です。皆さんのイメージって縦に向けて留めるのが一般的かとは思うんですけれども、コンプレックスビズのクロワッサンクリップは上に向けていただいても、下に向けていただいても、横向きでも、その向きでもしっかりとお留めすることが可能です。今回はつまみを下にしてお留めしていきたいと思います。まず一つにお髪を束ねていただきます。そうしましたら、カーブがかかっている方を頭に向けていただいて、上から下にかぶせていただきます。あとはこちらのつまみを合わせていただき、ずらして留めていただけば、簡単にしっかりとポニーテールスタイルを作っていただくことが可能です。続きまして、両サイドに三つ編みを加えた華やかなポニーテールを作っていきたいと思います。まずはじめに片方のお髪を少量取っていただき、三つ編みを作っていきます。三つ編みが難しい方はツイストをしていただいても大丈夫です。途中まで編み終わりましたら、ベースのゴムを使って仮留めしていきます。反対側も同じように三つ編みを作っていきます。このままお留めしていただいてもいいですし、両サイドを少しずつつまみ出していただくことで、より華やかなスタイルを作っていただくことができます。そうしましたら、三つ編みと他の残っているお髪を全部合わせて一つに束ねていただいて、こちらを先ほどご説明していたクロワッサンクリップでお留めしていきたいと思います。今回は三つ編みが上に来ているので、横向きにお留めしていきます。最後に仮留めしていたゴムを取っていただいて、髪をなじませます。そうしましたら、クロワッサンクリップまた支えていただきながら、トップのお髪を引っ張り出していきます。最後にこちらのシュシュを輪っかのまま両サイドに引っ掛けていただくと、またちょっと違ったスタイルを楽しんでいただくことができます。これで華やかなポニーテールの完成です。いかがでしたか？コンプレックスビズではこの他にも、お客様の髪の長さ、髪質に合わせましたヘアアレンジをご紹介しております。ぜひお立ち寄りくださいませ。